ヒゲも剃ってないし、髪型もボサボサ。コメント欄でも早く髪を切れというお言葉がたくさんあったので、今日は髪を切りに行きたいと思います。すんごい素敵なんですよね。ひどいクセッ毛を持ってて、セットすればねクセッ毛を生かしたみたいな。いかんせんめんどくさいし、湿度が高くて湿気があるとすぐ崩れてしまうんですよ、僕の髪型って。クセッ毛の人はみんなねわかるはず。ストレートの人はストレートなりの悩みを持ってると思いますけど、大変なんですよ扱うのは、クセッ毛って。なので今回はあえてパーマをかけるか、小沢みたいにね落ち着かせるために前髪の方だけストレートにするか、今から美容室行ってやっていきたいと思います。小学校からの友人がめちゃくちゃイケメンの美容師がいるんで、そこに今から行ってきて相談してね行きたいと思います。でまずヒゲとかも剃っていこうか。じゃあ行きたいと思います。ダッシュで行こうぜということで、ヒゲもちょっとスッキリしたんですけれども、見てこのこれよこれ、スキー場のジャンプ台のようにポーンってこう飛べるような仕組みになってるんで、いつも撮影の時はまあいいかなと思ってこのままなんですけど、出かける時とかは前髪の部分だけですね、できるだけナチュラルにまっすぐにしてて、ちょっといきますよ。かなりね、しつこいのよ。なんかそっち系のチャンネルになってますけど、全然違いますからね。全然陸上 YouTube チャンネルなんで、ご心配せずというところなんですが、単純に髪の毛が伸びすぎてるっていう部分もあります。こういう感じ。こういう感じで、ちょっと落ち着かせます。で、出かけるっていう、いつもの僕なんですけれども、さっきも言ったけど、すぐこう、くるんってなっちゃうから、気になるよね。うん、どうしても。決まらなくなっちゃうんで、今日パーマかけようかな、と。ことですよ、皆さん。ちょっと迷ってるから、今から聞きに行くっていう感じになります。じゃ、早速、イケメンのとこに行きたいと思います。ダッシュで行こうぜ。よろしくお願いします。お願いします。冒頭でも紹介した幼馴染なんですよ、うん、小学校から一緒だもんね。一緒だね、もう、うん、僕ね、はい、見てもらった通りなんだけど、アイロンしてきてこれなのよ。ストレートパーマをかけちゃうか、一気にボッとこう動き出してそう行こうかなって悩んでるんだけど、いやでも気持ち的にはパーマしたい。あ、気持ち的に動かしたい、動かしたい、チャレンジしてみたい気持ちあるんだけど、いけなくもない、いけなくもない、いきます。どんぐらいぐるぐるにするかな。ぐるぐるしたい。先輩にかけてる人がいてパーマ、じゃあ任せで、任せでいらっしゃいます。よし、いきます。お願いします。パーマをちょっと決意したんですけど、今やっぱなんか軽いイメージ、滝藤健一さん、滝藤健一さん、はい、ポジパーマ、はいはい、これをイメージして、お、渋い感じ、やばいな、渋くなっちゃうんだよね。陸上選手って髪型気にすんの？しますよ。サッカー部とか俺らはすげえ気になってたよ。サッカー部って一番気にするよ。ボール見逃すから。オッケーかな。じゃじゃーん。ってことでしょ。面白いことになったらそれはそれで動画なの。全然もう何でもいい。いいか悪いかもやっぱり。そうそうそう。やってないか分かんない。でも一回ストレートパーマーした時に、俺床屋で一回やったことあるの。うん、そしたら前髪殺されてチッチッってバチ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 ってもうどんどん装備されていくけど、えっ、これ人造人間サイコショックかぽいぽいよね、これ人造人間サイコショック。まあいいか、熱くなったらいいね。はい、そういうの我慢しちゃう系。もう来てるっぽいです。皆さん完成をお楽しみに。どうですか皆さん、完成しました。パーマイン武田です。ゆうさんどうですか、出来は。いや、めちゃくちゃいい。いいよね。かっこいい、普通に。ちょっとし、相当渋いよね。面白さでやったけど、これはかっこいい。大成功です。大成功だよね。はい。ありがとう。これちょっと楽にもなるでしょ。楽にもなる。はい。ゆうさん、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。ゆうさんの宣伝公開になるかわかんないけど、お願いします。みんなこんな、おしゃれなとこ来れないでしょ、だって。ありがとうございました。いえ、こちらこそ、ありがとうございます。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。
こっちだ。